どうもこんにちは、ルチです。今回もアルティメットビッグバトルシミュレーターやっていきたいと思います。さあ、前回のモッド紹介でうまく使えなかったね、サムライホースとゴブリンアーチャーってものを使って、メディーバルの、中世のね、軍勢と戦っていこうかなと思います。今回の主役はですね、こちらの、有志の方がね、作っていらっしゃるロボットの上半身、下半身、体に馬の頭が乗っけているっていうのは非常におかしな、サムライですね。一体どこの文化が好きなんでしょうね。日本が好きなのか、よくわからないメカチックが好きなのか、いまいちわからないようなもの VS ね、中世の兵士たちですね。ヘビーナイト後ろの方にはね、ちょっとアーチャーもいたりして、あとさらに後ろの方にはね、どの辺にいるかわからないです、ゴールデンナイトがね、こちらいます。こいつが死んだらね、あっちの勝ちかなっていうことで、ゴールデンナイトのみ動かないということでいきます。始めてください。で、後ろにはね、前回ちょっとあまり使えなかったゴブリンアーチャーというちょっとモデリングに非常に凝られているこちらのユニットもね、入れてやっていきます。すごいな本当に。これ見てください、これホビッ、やめとく。さあ、まずですね、中央の方ではサムライホース対、メディーバルのザコイ兵士との回戦が始まりました。ちょっと近づけて見ていきましょう。どちらが強いでしょうか。サムライホースはですね、刀がね、海外ではサムライソードと言われる、日本刀ですね。それを振り回していくんですが、まずね、どちらが優勢でしょうか。あと弓とかどうですかね、届いてますかね。ちょ、弓打つモーションとか見たいんで、ね、あ、それはやっぱ適当か。適当というか、あればできる。逆側から見ていきます。さあ、足からですよね、中世のユニットの中でも最上位のヘビーナイト、あとアーチャーが来てますけど、アーチャー打てないようですね。なんで、とりあえず中央の回線はゴブリンの弓とこの馬面の剣士たちが圧倒していくかなということで、ちょっとキル数見ていきましょう。もう2000ですね。もう2000倒してますね。で、馬側も300やられているということで、結構、いいんじゃないでは、そうですね、シネマティックモード入りますか。で、まだちょっと戦場が少ないからあんまり見れたもんじゃないか。いや、自分でちょっとカメラ動かしましょう。といっても、ここでいいんじゃないかな。別にちょっとこの辺で見ていきましょう。まずはですね、1万以上のこちらの中世側の雑魚兵対7000くらいのですね、馬面兵士なんですが、読み通りですね、数的な能力的な分では馬の方が上ということで、比較的押していますね。で、攻撃力じゃないんですけど、体力が450ということで、なかなか馬のユニットは耐えるんじゃないかなと。矢が飛んできた。で、いずれ、戦線が上がっていますね。いずれ、こちら側から矢もね、飛んでくるというか、もう飛んできてますね。飛んでくるので、こちらの援護もありながら戦っていくから、そうだね、ちょっとなかなか互角なんじゃないかな。あの城を目指すわけですね。いやー、にしても本当気持ちが気持ちが悪いな。馬ってなってますね。さあ、まだですね、本物の侍的なユニットはね、元で増えていませんが、本物の侍が増えたら、ちょ、馬の侍対本物の侍でやらしてみてもですね、ドリームマッチを。この辺ちょっと始まってますね、上位ユニット同士の戦い。さあ、この中世ヨーロッパの兵士たちからすると、
この人間の比喩ではないもの、そして異常に目がでかいマスクをかぶったこいつらのことを多分恐れおののくでしょうね。ここちょっとピックアップしておきたいな。この辺の戦線が崩れたら、ああ崩れてるな。ちょ数見ましょうか。あれもう中世連合軍で中世軍1600しかいないですね。キル数も、もう1万4000ほど倒してる。ちょっと最後にというか確認ですけど、切ってみよう。何ダメージいくんだろう。モッドのユニットはね、体力とかわからないんで自分で使わないんで、こう刺して、ああ100ダメージですね。なかなか上位って強いですね。まあ、あのヘビーナイトの攻撃確か30-40だったと思うので、まあ、攻撃力は倍くらい、体力はほぼ一緒くらい、ほぼ一緒っていうか2倍くらいですよね。まあ、ちょっと圧倒していますね。もう数は分かってるとか勝者は分かってるので、まあ、このまま続けていこうか。さあ囲まれていますね。切り刻まれました。さあ、馬の男たち走りますね。あ、ちょっとね、目の錯覚でしょうか。いつもより普通の人間より早く見えますね。錯覚でしょう。さあ、じゃあちょっと締めもらっていくかな。じゃないと、ちょっとこの矢をね、射ってる人たちに切りかかるシーン見ていきたい。こんな感じでいいかな。うわーすごいですね、奥の方から無限にも無限にも来ました。無限の馬男たちが来ています。さあ必死にね、この橋から矢を射って打って抵抗していますが、馬男たち落ちませんあと AI が進化しているのか知らないですけど、落ちなくなってますね。前は押していたんですけど、押してこういうね、崖から落ちていたんですが、さあ橋にね殺到する侍ホースたち。あ、ちょっと剣の振りが甘いですけど強いですね。矢も打っているということで、まあこれは勝者決まったんですけども、ちょっとあれどうしたかな、ね、あーもう橋もね終わりましたね、ついに。ちょ、中世落ちたということで次ローマ編かな馬男が中世倒してみたいな感じだね。あんまり俗っぽいタイトルなんですけど、さあ、まあいくら押してもゴールデンナイトかこちらのユニットにしか映らないということで、まあ、このねシネマティックモードはその舞台ごとに振り分けられている風に映るので、まあ敵味方って交互にこうやって映っていくんだけど、ゴールデンナイトしかいないんでもうそれがないですね特に最後の一人どうなるか、まあまあもうどうなるかというか分かっているんですけど、結果なんて見ていきましょう。まだ来ていないか。いや、確実に来ています。城の、あ、もう来てますね。戦い始めました。ちょっと、ゴールデンナイト3視点で見たいですけど。ちょっと舞台数多いんでね、無理かな。無理ですね。いや、もう死ぬな。もう死にますね。あと。映画のラストシーンのように展開が熱くなってき、ああ終わりましたね。ちょっと待ってね。さあここ最後のまあ城、昆虫戦の城ですね。ね、一人立っていたゴールデンズさん殺されましたね。ここサムネかなだとしたら。
今回ね、前回使ったモッドがね、うまくちゃんと紹介できなかったというか、シーンがね、少なすぎたんで、今回こいつらが存分に戦うシーンをお見せしようかなと思って、中世の軍勢と戦わせてみたんですけど、やっぱモッドってだけあってね、中世の兵よりかは普通に強いですね。体力は450、攻撃力は100ということで、比較的このね、もともといるユニットたちにしては強いというか、この巨人ですね、この巨人と同数の攻撃力を持っていたということでしたね。よし、じゃあとりあえず今回ここまでします。また近々モッドのユニットでなんかしていきますか。まず今いるやつ面白そうな、サムライフォース使ったから特に今ないんだよね。こうなるとね、猫とかあのゴブリンはまあ面白そうではないから、モダンソルジャーあたりかな、やるとしたら。まあ、いや、とりあえず今回はこれにします。